テーマとしては、まあ、タイトルの通り、まあ、その強豪、世界の強豪と、まあ、戦う上でのメンタリティ、まあね、これは何ですかね、選手で頑張ってる人だけじゃなくて、やっぱ趣味でやってても、まあ、このその趣味でやってる中でこう強い選手と戦うことって、まあ、あると思うんで、まあ、その活かせることがあると思う、まあ、その辺について聞いていこうと、まあ、心構えとか、まあ、どういう考えのもと戦ってきたかっていうのを、まあ、聞いていこうと思います。で、まあ、本間さんと、まあ、松本さんで、まあ、2000年代、まあ、後半から、まあ、主には半ば、まあ、本間さんは農技の世界大会で、あれは何年だったんですか？あれは2015年、15年でもう2位になってるし、まあ、道着の世界大会だと、道着だと2007年8年と11年でワールド、はい、で黒帯で準優勝、全部準優勝じゃあ違う、11年が3位だ、11年が3位で、うん、それ以外は準優勝で、松本さんが2009年ですね、2009年にさっきね黒帯パンナムで優勝っていうことで、うんうん、そうっす。で、まあ本当にすごい結果を残してる、まあ本当今でもそんなにこう日本人ってやっぱ少ない、呪術やってる人も、まあ、アメリカとかブラジルと比べたら少ないし、まあ、そのやっぱ世界チャンピオンの数が全然違うじゃないですか。だからやっぱこういい指導者とかの数が違うじゃないですか、まあ、日本ってだから本間さんとか松本さんとかもその、うん、なんですか、トップクラスのコーチに教えてもらったとかじゃないじゃないですか、うん、指導者が悪かったのか松本さんちょっと人の批判が結構得意なんですけど、ちょっとこういう場だとちょっと批判はちょっと抑えでしてないじゃん、まあ、その辺、まあ、その本当にだから結構こうそれぞれ自分で考えて、まあ、取り組んできたことが良かったから、まあ、結果が出せたと思うんで、まあ、ちょっとこの動画では試合のこうなんか試合に向け試合での取り組みとかその試合での心構えとかを聞いて、まあ、もう次の動画では、まあ、練習こう効率よく強くなるための取り組み方をテーマに、まあ、話していこうと思います。で試合ちょっともう一回話してもらうことになるんですけどそのちょっと変わってないないやまあちょっと完全に僕も同じこと喋ってたんですけど、ね、2人がキレそうだからお願いします。強いこう未知のこう、まあ、未知じゃないかすごい有名な選手と戦うときにこうビビんないで、まあ、さっき話してた あんまりこう知らなかったからこそまあ怖くなかったみたいな話してたじゃないですか。でもなんか僕的には、まあ、さっきはそんな言わなかったですけど、そのなんか知らなかったら怖そうな気がするんですよ。コロナウイルスとか結構知らない頃ってめっちゃ怖かったじゃないですか。壮大だな、まあ、ちょっと違うけどね病気とかめっちゃ違うんですけど、まあ、でもそういうあるじゃないですか、ね、こう知らないから余計警戒するみたいな。なんででもそんな怖くなかったってことですか？ビビってはなかったってことですか？まあなんかむしろ楽しめたみたいなところはあるかもしれないけど、もうなんていうかもう会場も入ってからもう腹が決まってるから、なんていうの心配してもしょうがないっていうのがありますよね。心配したからといって勝てるわけじゃないから、そのうちで、あんまり僕試合のことを考えないようになるべくしてますね。当日ももう試合直前まで試合のことを考えない。僕試合前のルーティーンなんだけど、試合までに僕道着をつかまないって決めてて、その試合1回戦目の1回戦目で初めて相手の道着をつかんだ時に初めて道着をつかむって、まあ、もちろんアップとかはがっちりやるんだけど、なんかそのアップもエアでやるってこと？もうそうだね、走ったりとか。あのでも走ってましてね、わざわざ靴持ってきてたっすもんね。そう、まあ、心拍数だけちょっとマックスまで1回上げといて、はい、でやっぱりそのなんか試合前にこう軽くスパーリングとかしちゃうと、はい、なんか変なイメージができちゃうんでね、いいイメージなのか悪いイメージなのか、だいたいなんかね試合の当日ってちょっと、はい、違うから、はい、いつもと同じ動きができなかったりするんだけど、はい、で そこでなんかこうスパーリングとかしちゃって変なイメージができるとそれを、はいはい、試合に引きずっちゃうから、だから俺はもう当日はもう道着を絶対つかまない、相手とも組まない試合までに、っていうのをやったりしてた。まあ、そういうなんかこうルーティーンがあるからこそなんかこうなんすかね、そんなビビらずっていうか余計な心配とかせずに戦えるっていうのもありそうです。そうだね、まあ試合直前までに試合のことを考えないっていうのが一番多分緊張しないコツだと思うんだよね。
前日の夜とか戦略とか作り出したら答えが出ないままこう寝れなくなったりとかすると思うんで、まあみんな経験あると思うんですけど、ない、ちょっとあるかもしれない、ありますよね。あえてその考えないように頑張る、それまあちょっと分かる気がするっす。なんかこう、なんか勉強、テスト勉強とかもそうですけど、なんかそのテストもうテスト前にいろいろ考えたところでそんなこう能力って変わんないじゃないですか。なんかだからなんかこう結局それまでの準備が一番大事じゃないですか。あ、やっぱだからそうそうそう、結局試合ってそれが出るだけだから、そんなにこう、なんか僕もなんかこういろいろ試合臨む前にどういうメンタリティで臨むのがいいんだろうって、なんかこうなんか、まあ、考えるんですけど、でなんかいろいろあるんですよ。僕の試合前でもうマジでやる気なかった時とか、なんかすげえやる気あった時とか、なんかいろいろこう僕もこうその都度こうなんか波があるんですけど、でもなんかこうあんま変わんなんか試合全然やる気なくてもいい結果できて出たことあるし、すげえやる気やってもなんかそんな結果出なかったこともあるから、なんかあんまやる気、直前のやる気ってあんま関係ないなみたいな感じで僕も思ってて、なんかそうだね、いつも通りちゃんとや、まあ、試合始まったら結局集中してるから、それが大事なのかなみたいな感じは、まあ、すごい分かるし、ね、松本さんはなんで笑うんだ、松本さんはなんかそういうルーティーンとか試合、まあ、アップの仕方とかでも逆にアップはしてなかったかな、あんま、なんかアップしないから、でも試合の1試合目とかはやっぱなんか自分の中でも動けねえなっての常に思ってたからね。マジマジ反省っすか、じゃあ、だからちょっとずつ上がってってたもん。一発目にヤバいやつ来たらヤバいじゃん。だから結構1回目とかの方がいつもなんかね取れなかったりしてた、でも本当にだから徐々に上げてってた。それでもそれ、1回しか試合出たわけじゃないことあるわけじゃないですか、松本さんも何回も試合出てるから、それを感じた時に、こう次からアップしようみたいな考えにはならず、疲れるよねだったら温存ってことですよね。1試合目はそのちょっと動き悪くてもいいけど、1試合目はもうウォーミングアップ。いやでもそんな確かに、でもまあ緊張もしてるし硬いから、でもどんだけ頑張っても1回戦目からやっぱやれるのって難しくないですか。まあ、黒帯は10分あるからね。でも黒帯あんま試合してないからな。長いっすよね。そうですね。一応なんかそのトーナメント全体、まあ一試合一試合あの大事に戦うけど、トーナメント全体としてのまあなんかプランみたいのも一応は立てたりとか。考えてたんですか。なるべく、一応ね。そういうのも考えたりとかしてたような気がしますもん。そう。いや僕でも自分一緒にいたけど、そうなったんですかね。松本さんが一切こう戦略的な話が出てる。戦略ちょっとぐらいはあるけど、まあ、運が良かったでもそこは絶対的にあるっすけど、本当勝ってる松本さんのすごい勝ってる選手がすごくて、その海洋手派っていうすごい、まあ松本さんが主に戦ってる階級と、まあ海洋が戦ってる階級はまあ1階級下になるんですけど、まあでもその下のめちゃめちゃすごい、まあ、レジェンドっていう、まあ、今ではレジェンドというか本当に強い世界王者なんで、まあちょっとまあサイズ的にはちょっと松本さんが大きいとはいえ、あの時でもあいつの方が大きかったよ。ごついっすもんね、あいつも近くで見たら。まあ、身長小さくて。そうですね。でも背だってそんな僕とか本間さんと変わんないですもんね。結構170です。ルースターにしたら一回りでかいのかな。でかい。いや僕全然でけえなって思ったけどね、一緒にやった時も。まあそういう強い選手勝ってるわけじゃない。だからそのマグレでは勝てないと思うんですよ。運が良かっただけでは勝てないと思う。まあその戦略が一切ないとしたら、マジでなんか感覚がすごかったとしか言えないです。パンナムの時って海を準決勝で誰と戦ってるんですか。じゃあ2回戦です、海王は。あ、2回戦で。海王はシードなんですよ。あ、決勝で当たったわけじゃないんだ。そうっす。だからブランドンが1回戦だったんです。そいつで、なんかだからやっぱ取れなくて動けねえと思ったっす。2回戦で下しちゃうってなんか。で向こう1回戦ですよ、だから。あ、向こうが1回戦。シードだから。あ、じゃあちょうどあれじゃないですか、さっきのあの、アップしない。あ、そうですね。それがだから良かったのかな。一番いい時に出たんじゃないですか。だからもうなんかブランドンだった時マジで動けなくて、なんかガード取られたりとかで、だからブランドンだ1回戦だけ取れなかったんでね。あとは1本取ってるけど。ちょっと癖ある人ですね。そうですね。やりづらかった、すげえ。めちゃめちゃ足裏見せてる説。あ、すいません。
自分しか。そっかそっか。マジでその本当に戦略はなかったってことですか。いやなくはないけど、とりあえずあったのなだからあれだよ、すごいあのめちゃくちゃこあのこうぐらいの気持ち、いや言っちゃダメでしょ関係ないからね、試合とかだとね。でもその柔術って別にその MMA とかはまだ分かるんですよ、うん、もうやってやろうみたいな。あでもそれでも柔術って別にそんな決めたらタップする、うん、そうだよね、うん、逆にそういうメンタルにならないように僕は意識してましたけど。一緒っす、逆あ一緒っていうのは一緒の部屋だった時にそんな話したし、僕は逆に入れ込む方なんで、めちゃくちゃなんか多分動きがなんか雑に なりそうだよね。でも雑、まあでね、僕はでもだから雑でもいいからガンガン普段の練習ってやっぱそんな気持ちでやってないですか、うん、だからやってない、普通にこうポジションに集中してやってるから、うん、なんかそっちの方がいいんじゃないかって思うけど、うん、松本さんは本当に、うん、もう喧嘩みたいなメンタリティです、うん、そうそう、試合だとそこのリミット外すから、うん、それによってそのどういう能力が解放されるんですか、うん、その練習ではそれを解放しないじゃないですか、うん、そうだね。それを解放したことでどういう能力が上がるんですか、自分の感覚的には。ステータスがプラス2になる、この力とか全てにそれってこう自分で入れるんですか、はい、入っちゃうんですか、その入れ込むようにしたっす、自己暗示的な。そうですね、面白いです。でも当時はっすよ、だから当時はそれぐらいの気持ちでやってたっすよ、はい、本当にこう、まあ、同じ時代 の, そのすごい強い選手でも、まあ、こんだけ違うっていうこと、うん、まあ本当に人それぞれこうなんかあったこう向かい方があると思うんですよ、性格とかにあった、うん、まあ、どれが正解とかってやっぱ人にもよると思う、まあ、これ見てる人も、まあ、自分がどういう向き合い、試合との向き合い方が、まあ、しっくりくるかっていうのは、まあ、いろいろ試したりしてみたりするのが、まあ、いいのかなっていう思いました。で次の動画ではあの強くなるための、うん、まあ、ポイント、まあ、コツとかを、まあ、そのレジェンドの2人に聞いていこうと思います。バイブー1本目の方がうまくしゃべ